受胎告知、フランジェリコが、受胎告知グイドレイに各ッ女解体、または、処女受胎とは、文字通りには、処女のまま子を宿すことであるが、普通は、特に聖母マリアによるイエス・キリストの受胎という、キリスト教における概念を指す。カトリックなど、マリア宗敬をする教会において、処女解体の意義は、マリアがヨゼフとの交わりのないままイエスを見ごもったことに、ある。 無限在の親鳥と共に、マリアの無病性を強調する。他の神話内の事例にも用いられることもある。マリアの諸女解体が記述されているのは、新約聖書の福音書中では、マタイによる福音書とルカによる福音書である。どちらも精霊により見ごもったことが記述されている。諸女解体の記事は、両福音書が参考にした、マルコ福音書、また、 マルコ・カルカの福音書を知っていたかもしれないヨハネが、記した福音書には、言及はない。マタイ福音書では、大天使のガブリエルの告げる言葉が、70人、約聖書のイザヤ書からそのまま引用されている。見よ、乙女が身ごもって、男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる、マタイ伝1章23節、イザヤ書7章14節あたり箇所について、この、 乙女は、本来は、若い娘と訳すべきであり、マリアの諸女解体は、このご訳の産物だといった説があるが、真相は定かではない。諸女解体の物語は、イエス・キリストが、その誕生から神の子であったということを明示する意図を、持っている。しかし、マリアに関しては全く神聖ししていない。マリアを普通の女とみなすのは、マルコや、ヨハネも同じである。後に、 キリスト教が他の地中海世界に広がるに際して、諸女信仰や太し母神信仰と複雑に絡み合い、カトリックや東方教会ではマリアは聖母として数形の対象となり、諸女解体は最も重要な教理の一つにまでなった。聖王語では諸女を意味する語がそのまま聖母マリアを指すことが多い。西、ラビア編、富ラビエルジュ、A、ザバージンなど、 ありがとうございます。